こんにちは。今日は3月の11日です。今日ね、ちょっと市役所に来たんですけれども、今、市役所の横のね、ドコモショップの横にキッチンカーが来ておりまして、クレープ屋さんが来ています。僕ね、こう見えて、こう見えてっていうかどう見えてるのかあれなんですけど、クレープ大好きです。で、先日ちょっとね、クレープ僕、チョコバナナが一番好きなんですけれども、先日買いまして、なんかね、バナナがとっても特徴的な形で、でね、味もしっかりしてるというか、うん、中までね、もうしっかりクレープじゃないよ、生クリーム入っててね、とっても美味しかったです。で、今日はね、ちょっと違うタイプを買ってみました。ちょっと分かりにくいかな。すいません。商品名ちょっと忘れちゃったんで、後でしっかり確認しておきます。ポテトサラダ的な感じなので、ちょっとデザートというよりは、なんか軽食っていう感じのクレープ。ちょっとね、珍しいというか、思わず美味しそうだったので買ってみました。後ですいません。商品名は確認しに行ってきます。じゃあちょっとね、食べてみたいと思います。それでは、いただきます。めっちゃ美味しそうです。っていうかね、絶対美味しいよね、これね。いただきまーす。うまっ。おう、めっちゃうまいです、これ。あ、ついてる。ガツガツ食っちゃいますね。すいません、全然喋れないです。なんていうかな、サンドイッチっぽいんですよね、要は具材は。だけどなんかね、このクレープ生地がなんかもちもちして、ちょっとほんのり、本当にほんのり甘みがあって超合います。めっちゃうまいです、これ。なんか普通にサンドイッチ食えなくなるかも。美味しい。お腹空いてたんでめっちゃがっついてますね、僕ね。最後の一口です。喋れない。
いや、あの量的にもね、すごく軽食っていう感じでちょうどいい感じでしたね。で、味もとっても美味しかったです、ごちそうさまでした。ちょっと商品名確認してきますめっちゃ美味しかったですすいません、商品名を確認するの忘れたです。はい、確認してきました。ハムポテトサラダロールでしたね。いやね、本当に美味しかったです。もっとね、早く食べたかったっていうのがですね、今市役所横のドコモショップの駐車場にキッチンカーあるんですけれども、15日までということでした。もうちょっとですまたね、移動されるみたいで、どこに移動されるかはね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひね、ご確認ください。もう絶対食べた方がいいですよ。うん、本当に美味しかったです。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。